日本のドクターイエローが注目されていました。新幹線といえばスピードも特徴的ですが、その他にも正確さや利用客の多さ、安全性などなど日本ならではの要素が多くあり、海外からの注目をたびたび集めますが、今回注目されていたのはドクターイエロー。ドクターイエローこと新幹線電気軌道総合試験車、新幹線の運行区間の線路の歪みや架線、信号電流の状況などをチェックしながら走行し、軌道や電気設備などを検査する縁の下の力持ちであるとともに、その珍しさや独特な黄色のボディカラーによりドクターイエローを目撃すると幸せになれるという都市伝説もあるほど広く親しまれていますね。この話題に海外のネットユーザーの方々からもコメントが寄せられています。